平成26年8月豪雨とは、2014年7月30日から8月26日に、かけて台風12号、11号及び前線と、断出流により、日本の広範囲で発生した豪雨について、気象庁が定めた名称。この豪雨は、京都府福知山市に大規模な洪水被害をもたらし、兵庫県丹波市や広島県広島市に大規模な土砂災害をもたらした。 前線や断出流により大気が不安定で大雨が起こりやすい状況は発表時の8月22日時点も継続していた。2014年8月における豪雨は被害が北陸、東海、近畿、中国、四国など広範囲にわたったことから2014年8月22日に気象庁によって特定の地名を付加することなく 平成26年8月豪雨と命名された。しかし、特に、広島市での土砂災害を明示する名称として、共同通信、朝日新聞、毎日新聞、産経新聞などの各報道機関が、広島土砂災害の名称を使用している。一方、広島市以外の地域で起きた、災害被害に特化した名称として、京都新聞、両端日日新聞が、 福知山豪雨と読売新聞、毎日新聞、神戸新聞が丹波豪雨と高知新聞が2014高知豪雨との独自の名前をつけて報道を行っている。また、各中央省庁は台風における被害そのものに対して平成26年台風第12号及び第11号による被害と名付けて応対している。この豪雨は気象庁により 大きく三段階に区分されている。一つ目は、2014年8月1日から5日までの台風12号による四国を中心とした大雨である。また、台風から遠く離れた北海道、東北でも、北日本に停滞していた前線が、活発化し、大雨がもたらされた。二つ目は、8月7日から11日までの台風11号による、東海、近畿、 四国地方などでの大雨である。また、この台風の影響で、栃木県において、竜巻が発生し被害が出た。三つ目は、台風一過の8月11日以降も日本列島に、停滞した前線がもたらした局地的な豪雨である。前線や断出流は、特に8月16日から17日かけて、福知山市や丹波市などに豪雨を、8月19日夜から20日未明にかけて、 広島に豪雨をもたらした。福知山市では、市街地の約2500世帯が浸水し、丹波市では、重火被害1 2 3個死者1名及び臨地崩壊256カ所、広島市や埼区と浅南区では、多数の土砂災害が発生し、74名の死者を出すなど甚大な被害が発生した。左、台風12号、右、 台風11号この豪雨に共通する原因として、日本列島への暖かく湿った空気の断続的な流入がある。2014年の7月末から8月中旬、太平洋高気圧の勢力中心は本州南東沖にあって、西日本方面への張り出しが例年よりも弱かった。このため、西日本は例年に比べて台風の通過経路となりやすく、また、 南方から暖出流が流れ込みやすい状況が断続的に続いていた。さらに上空の偏西風は7月末から8月上旬は北偏してモンゴルから北海道の北付近を流れていたが8月中旬は日本の西側中国沿海部付近で南に北海道東方沖で北にそれぞれ蛇行する西谷が続き大気が不安定となりやすい状態が続いた。 このような中、7月下旬に発生した台風12号は、偏成風が弱いためゆっくりと北上を続けた。この時台風からの断出流と太平洋高気圧の偏遠部を回る断出流が合流しながら、日本列島に流れ込み続ける状態となり、洪水帯の連続的な通過が目立った四国、太平洋側を中心に大雨が降った。同様の状況で、 8月上旬に接近した台風11号もゆっくりと北上したが、10日に四国に上陸した頃から偏西風は南下して、台風が速度を速めるなど状況は変化した。しかし、前線が西日本の日本海側から北海道、東北付近にかけて伸び停滞を始めたため、背景は異なるが断失流が流れ込みやすい状態が継続し、前線の付近では、 断続的に大雨が降った。8月中旬は、偏西風の蛇行により前述したように、西谷の状態が続き、降水帯の連続的な通過により、引き続き日本海側を中心とする西日本や東北で断続的に大雨が降った。特に岐阜、京都、広島などで局地的な大雨となった。8月19日深夜から20日未明にかけて、 局地的に半日で200ミリメートルを超える集中豪雨となった広島市北部付近ではバックビルディング現象により強い降水帯が連続して通過したことが豪雨の原因と指摘されている。また、この西谷の一因としては東南アジアや南アジアにおける大気が湿っている際に発生する石運大流の活動の不活性化によるものと考えられる。 雨天続きとたびたびの大雨により、西日本では8月の月間降水量が多くなり、かつ、日照不足となった。西日本平均の8月月間降水量は、平年の2.7倍で1946年の統計開始以降最多を記録した一方、8月の日照時間は平年の48%でこちらは1946年の統計開始以降最小を記録した。 各地域の月間降水量では、高知県上市重桃のアメダス観測所で平年の6.7倍の2398.0ミ、mm、リメートル、徳島市で平年の6.1倍の1065.5ミ、mm、リメートル、高知市で平年の5.5倍の1 5 6 1 0ミリメートルを記録したのをはじめとして、北陸、近畿、中国、四国、九州北部で、 平年の2倍以上となった。その他、兵庫県相本市で5.3倍、和歌山市で平年の5.2倍を記録するなど全国17地点で8月度の最大走行水量1位を更新した。ただ、南西諸島は小雨だった。月間の日照時間は近畿の太平洋側と中国、四国、九州北部で平年の4割から5割。 近畿の太平洋側と東海、北陸、東北の日本海側で6割から7割となった。境をはじめ全国29地点で8月の月間日照時間の最小値を更新した。8月度の西日本では曇りや雨などによる日照時間の低下により2009年来の低温を招いた。具体的な各地の8月度の平均気温は西郷、福岡などで 平年比接氏1.6度を松江、飯塚などで平年比接氏1.5度を岡山、広島、徳島、多土津、平戸などで平年比接氏1.3度を記録した。また、大阪地方管区気象台によると大阪市の8月度の猛暑日は平成5年の0日以来の0日となった。ただ、北日本や東日本、南西諸島などは 平年並みないし平年よりも高い気温を記録した。7月29日に発生した台風11号と同月30日に発生した台風12号は大雨を降らし、日本国内において一堂に府32件に建築物及び人的被害をもたらした。以下は2014年8月18日消防庁が 発表した7月29日から8月9日までの台風と台風によって引き起こされた大雨による全国の被害状況。ありがとうございます。